隣の晩御飯、米助です。さて、今回はですね、すごい人が来てくれました。この方です。熊之助でございます。よろしく。お久しぶりです。お久しぶりでございますよね、本当に。いや、先日人間国宝になって、はい、ね、もう今やですね、落語界の最も旬な人ですよ。いや、後期高齢者で旬もないと思うんだけど。ということで、今回はですね、人間国宝でありますですね、この五街道雲助さんに迫りたいと思います。あ、迫られんだ俺。やだな、山根さんに迫られるんだ。突撃。でも人間国宝って言うけど、正式にはなんて言う。重要無形文化財保持者に認定をされました。難しいよ、二度言えない。難しいよね。人間国宝って言った方が分かりやすいもんね。ただ結局人間国宝の通じちゃうんだな。小三師匠、はい、米朝師匠、はい、小三治師匠、うわ、その次の4人目が雲助さんでございますよ。私ですね、驚く、当人が一番驚いてたよ。みたいな感じで。正直な話、自分では人間国宝になるなと思ってました。いや、まるっきり頭になかったですね。だから、あれね、いきなり電話かかってるんですよ。いきなり、はい、雲助ですって出ると。そう、うん、そう、文化庁ですね、うんうん、あ、文化庁のお仕事だ、うん、あれギャラがいいけど、ね、ありがたいなと思ったら、その、無形文化財なんとかなんとかで、ね、はで、人間ここ、誰がですか。もう会話にならんで、もうごちゃごちゃになっちゃって。でもまあね、本当に雲助さんと私は大体同期。ほぼ同期ですね。そうね、うん、俺が昭和42年だから1967年に落語家になって、うん、私が68年で、それから4年だから、うん、2つ目が72年かな、うん、で、こっちは71年で、1971年、うん、で、さすが人間国宝、真打ちになるのは雲助さんが早かった。ああ、そう、うん、81年の3月。私はね、うん、真打ち試験第1号。あ、そう。そう第1号だった。あの頃ずいぶん話題になったけどね。なったよ。それで揉めたりなんかも、もうえらい揉めたりなんかしてね、うん、その第1号ですよ。あの試験というのは、うん、池袋演芸場で、うん、で、2回ぐらいかけたのかな、うん、で、みんな楽屋に集まって緊張してるところに小三師匠が入ってきて、行こう、緊張するな、余計緊張する。でこっちにあれがあったり囲いがあって、そこにね、みんな幹部が並んで、幹部も聞くの、幹部も聞くんで、そりゃそうじゃん、全然聞いたってしまうだけど、小三師匠だけじゃねえんだ。あ、いや、もう幹部みんなつら、じゃその顔見ただけで上がっちゃうよ。そうそう、こっちの隅の方に男子師匠が座って、うんうんうん、で変な顔してやってられるよね。当たり前だけど、拍手はない、笑いはない、うん、もう最悪の客で。ネタは何やった。ね、太鼓腹。おう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 おお。で、あの頃すごい人気というか話題になったから、うん、終わって裏の戸を開けたら、芸の季節ずらーっと飲んでて、で、いきなりバシャ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 シャッター開けられて、で、三教も一緒だったんだけど、三教は慌ててコートでこうやって顔を隠して犯罪者だよ。ああ、じゃあ真打ち試験も一番最初、あ、第1号、それで今度は人間国宝は俺たちの年代では第1号だよ。ああ、年代ではね、もうすごいよ。これから師匠って呼ばなきゃいけないかな、これ。バカにされてるようじゃないけど、同期でね、やっぱりでも一人でも
人間国宝になるって嬉しいよ。あら、そう。前座の時、やっぱり、ね、たまに会ったりなんか言って、どう思うなんて、その頃からだから、ね、だから、50何年の付き合いというわけですからね。おいで、そこで一人人間国宝になったってのは、ほら、嬉しいことですよ。ありがたいことね。人間国宝ってどんな経緯でなるの？え？いや、それはだから私もよくわからないです、ね、うん、どういう認定の仕方をするのかとか、うん、そういう過程というのは私は伝わってこないですからね、うん、それはわからないし、うん、委員の人たちもどなたかもわからない、全く秘密裏に何か表現をするらしいんですよね。あ、じゃあ誰が決めてるかもわからない。わからない。まあ、いろいろ候補者たくさんいたと思うんですよ、うんうん、私一人じゃないと思いますよね、うんうん、でその中で、まあ、何かしらあって私が選ばれたんで、うん、で、まあ、電話が来たと。連絡来た時はどういう気持ちでした？だからもうしっちゃかめっちゃかですよ、うん、何が何だかわけわからないというやつ、うんうん、で受けていただけますかというのも聞いたんだか聞いてないんだかわからない、うんうん、写真を2枚と何々と何々の書類を揃えてください、うん、ということはもう受けたことになってるわけだ、ね、うんうん、それでだから、そのやり取りの間で認定を受けましたということは決まったわけ、うん、それいつ頃？もうだいぶ6月の終わりとか、うん、そんなもんです、ね、でも発表になったのつい最近じゃない？だから1月ぐらいあったのかな。その時はやっぱり言っちゃいけない。神さんにしか言ってない。あ、だから弟子にも言ってない。弟子にも言ってない。弟子にも言ってない。だから発表になった時驚いたのは弟子で。だから最初に拍手からメールがあったのかな、うん。おめでとうございます。うん、で2番目の馬席、うん、あれは寄席の楽屋の出たところで待ってて、うん、面白い、おめでとうございますなんて言われて、で3番目の流玉、うん、なかなか連絡が来ない。で夜中の10時回ってるぐらいに電話がかかってきて、うん、焦った感じで、うん、あ、おめでとうございます飲んでたんだね、あいつね。飲んでてどっかから聞いたの？どっかから聞いて、うん、と思った、慌てて電話してきたの、ね、はあ。で、おかみさんにさ、おい、俺人間国宝になったよって言った時に何て言われました？かみさんも、みたいに、私とあんまりかなわったんだよ、そんなの。かみさんも思ってないしね。面接とかそういうのもないんだ。面接なんかない、うん、うん、面白いな。ハン、ハン押すこともない。ハン押してないね。ハン押してない。そう言われれば、ああ、じゃあまだ認定されてないのかね。いやだってもう新聞にも出てるしさ。あれで認定されないとなったら大変な嘘つきになっちゃう。ねえ、だけど人間国宝になったらめったなことできないよ。それ、うん、立ちしょんべんもできない。だから誰だっけ、福本豊、うん、あれが国民栄誉賞の打診を受けて、そしたらそんなの受けたら立ちしょんべんもできねえ、うん、ってんで断っちゃったんですよ、うん、すごいね、断ったっていうのはね。だってイチロー選手は2回か3回断ってる。ああ、そうだそうだ、うん、そうでしょ、うん、まさかでも人間国宝を断る人はいないでしょ。今まで聞いたことないけどな、ね、あれはだけどお酒はやるでしょ。やめます、やめます。人間国宝だと適度にやめなきゃいけない、ね、いやー、まあ、うちで飲んでる分にはいいし、まあ、私は酒癖がいい方だから、うん、本当他の連中と違って、うん、私は酒癖いいもん、だから驚きませんよ。大丈夫大丈夫。認定書みたいのはある？そう、なんていうのかな、それを、うん、秋口に、京都でやる。京都？文化庁が京都行っちゃってるんですか。
まあ、京都でやるということは聞いてるんですけどね、だまだいただいてはいない。なんか天皇陛下様からもらいたいね。いやー、それはないと思うんですけどね。ねえ、だから紫綬褒章の時はね、うん、天皇陛下拝謁の儀というのがあって、うんうん、で松の間にずらっと並んで、うん、そこを天皇陛下がずっと回ってきてくださる、うんうんうん、たまたま私一番前に出てたんで、うんうん、で天皇陛下が回っておいでになったから、うん、こういうことはもう二度とないことだから、うん、目に焼き付けとかなくちゃいけないと思って、うん、と見てて、そしたら陛下がだん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 近づいてきたら、うん、日本人だね、頭が下がっちゃう陛下の靴しか見てないで、小三師匠でしょ、うん、永長師匠でしょ、うん、で、小三治師匠、うん、で、今度というとやっぱりプレッシャーってある。でも大変なプレッシャーですよ、うん、だって小三米朝小三治ってのは、うん、私らからとったらもう大変な存在じゃない、うん、もう小三師匠なんか神様みたいだし、うん、米朝師匠だってそうだし、うん、だからその同列に並ぶというのは、うん、これは大変なプレッシャーですよね。だからね、やっぱりな、うん、それはもう小さいネタ講座で書けるにしたって、後であれで国宝かよって言われやしないかと、どうしてもね、そういう気持ちになっちゃう、ね、うんうん、でもこれから地方から全国各地から人間国宝の落語を聞きたいって仕事がどんどん入ってきますよ。そうですか。だって今あれですよ、4人目だけど久保助さんしか落語界では人間国宝いないんだよ。うん、まあそうですね。もうみんなお亡くなりになっちゃったりしてるわけだから、うんうん、人間国宝になってから寄席は出てます。出てます。やっぱり違うですか、お客さんの反応は。拍手の仕方が違う。違う、やっぱり、うん、うわー、うわーで、頭下げて終わってもまだ、うん、ああなのでそういう感じ、うん、ネタやライブ大変だね。ね、だからよく、うん、もう卑猥な話とか、うんうん、汚い話とか、うん、そういうものはできないでしょうってけど、うん、やりますいろんな話を落語家だもんね。いろんな話をやってこれの国宝ですからね、うん、もう感情板だろう、ね、お感情板ってのはね、あのソロマンのところにうんちをしちゃった、そうそう、そういう話なんだ。そういう話ももうやりました。もうやったやったいや逆にだけど人間国宝からそんな落語聞くとラッキーだよね。ラッキーかどうかわからないけど、ね、本当に。でもだからそもそも人間国宝だからなんかうかつなことできないなってんで、うん、もう身寄りして、うん、その聖人君子になって、うん、それで落語をやったって面白くない。そうだよね。落語の主人公なんてもうどうにもしょうがない連中ばっかり出てくるわけだから、大酒飲みとか博打にハマってるとか女が好きだとか、そういう連中のやるのを聖人君子がこうやってやったって、これはねやっぱり面白くないと思う。だからあのそんな何も悪いことしませんよ、うん、だけど両拳だけはアウトローでいないと、うん、落語はねやっぱり面白くない。なあ、そりゃそうだよね、うん、でもこれからもまたあれネタ卸やなんかのやついろいろ覚えている。今要するにあの今まで延長ものだとか、うん、あるいは、まあ、長編の人情話とか、うんうん、そういうのを速記から掘り起こしたりなんかしてずっとやってきた、うん、それが認められたということもあるんで、うん、でもね新しく覚えるとなるともう後期高齢者にはちょっときついんで。ね、75だときついよね。きついよ、覚えるだけでもね。前のも随分忘れてるよね。そうそう、だからその忘れたのをまた思い出すぐらいがなんとかできるかなという。新しくはきついだろうなとは思いますよね、うんうん、お客さんの見方も違ってくるからね、うん、落語家仲間の反応はどうだった。おかげさんで皆さんから、うん、
楽屋でも何でもおめでとうおめでとう言ってもらって、うん、でハガキでもおめでとう、うん、いっぱい来た結構、うん、電話でもいただいたし、うん、本当ありがたかったですね、うん、他の一般の方の周りの反応もやっぱりすごい、やっぱり親類とか、うんうん、知ってる方からは、うん、まあ本当によくお祝い状とか、メールとかいただいて、その他に知らない人からメールが来るあれ誰なんだろうなこれ、うん、という方からもメールを頂戴して、うんうん、ありがたいですね。この間ね、だから、うん、浅草歩いてたんですよ、うんうん、したらどっかのおじさんみたいなのが寄ってきて、うん、私のニュースを見たんで、うん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 、おー、小松家師匠、うん、どん国王おめでとう、うん、師匠本庄だって、うん、俺も本庄なんで、うん、本庄は大したもんだよな、葛飾北斎だろ、うん、勝海舟だろ、五街道小松家だろ教科書に載るなそんなことありませんあ、いろんなところでね声かけられる、それはいいことですよ落語界にとっても、うん、だってほら小三治師匠が亡くなってから当分落語の世界って国交がなかったね、人間国交2年ぐらいなかったですよね、うん、保持者が亡くなると、うん、古典落語という枠もなくなっちゃう、うん、今度私がまあ受けることで古典落語の枠が復活することができる、うん、なるほどね、そのことだけでもまあ受けてよかったのかな、うん、少しはお役に立ったのかなという気はしますけど ね、 ね、講談はね、はいはいはい、勝利先生が なって講談で人間国宝になってからよかったけど、俺たちなんで落語家のところで人間国宝ができねえかなと思ってた時に、うん、だからありがとうございます。ああ、どうぞ。おそれいけますね、世之助さんに。いやいやいや俺なんじゃ言われちゃう。いや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 突撃雲助さんの落語家人生に迫りたいと思いますけど、なりたくてなったわけでもない。え、なんでこの五街道雲助なの。雲助という見出しが出て、そこに雲助みたいなのが出てきちゃダメだと。なるほどなるほどね。